はい、こんにちは。西荻フレンドリースクール事務局の松浦です。西荻フレンドリースクール公式ブログ幼児教育支援 .com 動画版、はい、本日のテーマです。ニュース番組が子どもに与える影響、ニュース番組を見せることはすごく危険ですという話ですね。では西荻フレンドリースクール室長の今野由美先生、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、子どもにニュース番組を見せるのは危険ですよということですが、うちの子どもは世の中に興味があってよくニュースを見ていますとか、そういう話はよく聞きますよね。そうなんです。で、私も、子どもがニュースが好きだとかっていうふうに聞くと、とってもね、特に小学生がね、ニュースが好きだっていうことはよく聞きますけれども、はい、でも確かに私も世の中のことが理解できて、ニュースを見るっていうことは良いことなんだなってずっと思ってはいました。そうですね、はい、なんかバラエティー見るよりはいいことかなと思うんですが、世の中がね、よく分かってっていう。ではなぜその先生はその子供がニュースを見ることが、危険だと思うのでしょうか。そうですね、結局ニュースっていうのは大人用にできてるので、大人が見て分かるニュースっていうことなので、はい、結構子供は違うふうに理解してるっていうことがよくあるんですね。例えば覚醒剤の事件とかって誰か捕まったり有名人が捕まると、もう本当にテレビでも、すごいたくさん報道していますよね。毎日のようにやりますよね。そうですね。で、その時にニュースを見ていた子どもが覚醒剤っていう言葉を耳にしたとすると、なんか面白そうな言葉だなって思って、子供の中では覚醒剤っていう言葉を繰り返して聞いて、ニュースだといろいろやってるのでね、その言葉だけが残ってる場合もあるんですね。で、ある時小学校2年生ぐらいの子供が楽しい気分になった時に、突然覚醒剤とかいう言葉を連発していたのを聞いたことがありました。多分本当大人はびっくりしますよね。そんな言葉ってなんか自分たちが使うことがないんですよね。で、その後にじゃあその子供に覚醒剤ってどんなものか知ってるって聞くと、びっくりしたで、知らないって言うんですよ。はい、知らないのになんで使うんだろうと思って、で、じゃあどこでその言葉を知ったのって聞くと、ニュースだって言うんですよね。で、そこでじゃあ覚醒剤っていうのはどんなものかわからないっていうから、それはどんなに恐ろしいものかっていうのを説明したんですね。はい、そしたらもう最後はボロボロになって、やめようと思ってもやめることができないとか、で、実際にそういうふうにね、言葉だけが覚醒剤って言って、今回はそうやって本当に恐ろしいもんなんだよっていうことを子どもに伝えたら、子どももびっくりしたんですけれども、はい、でも、もしね、ニュースで聞いただけで、覚醒剤ってことがどっかに頭の中に残っていたときに、実際に目の前にね、覚醒剤があったりとか、何らかの形で接点があって、なんか覚醒剤いらないかとか言われてね、ああ、そう言われれば、あのニュースで言ってたもんなんだ、これはっていう、と、思って覚醒剤に手を出すっていう可能性はあるかもしれないなと思ったんです。だから例えば殺人事件も同じなんですけれども、はい、子供にとってはその殺人を犯してるっていう事実だけが当然報道されますので頭に残って、その後その罪を犯した人はどうなるかっていうまでを子供にしっかり伝えていく必要があると私は思うんですね。だからニュースも最近ね、再現ドラマっていうのがあるので、やり方まで見せていますよね。CG とかでね。そうなんです。だからやっぱり真似したらどうしようって悩む兄弟もいたりとかぐらいなん、それぐらいやっぱりその再現ビデオなんか見るとやり方を知ってしまうと。で、じゃあ全員の子供がそうなるっていうわけではないんですけれども、本当に最近親子のコミュニケーションも少なくなっているのでね、その事件を起こした場合に子どもはその事実しかテレビでは見てないわけですよね。でも
子供が見てるなって思った時は、その事件を起こしたその人がどんな罪に問われるかっていうことと、まあその被害者の気持ちね、やっぱり命をなくしてしまったというその家族の気持ちだったり被害者の子の気持ちまでも含めて、きちんとそのニュースに対して子供にその都度説明をした方がいいのではないかと私はとっても最近思うんです。そうですね、やっぱりそのニュースを見るときには、まあ、仮に子供が見ていた場合、これは一体どんな事件で、どんなことをして、まあ、被害者の気持ち、そういった背景、より深いところまでも説明した方がいいですよね。やっぱり表だけ見てしまうとどうしても下手すると面白いとか思ってしまうかもしれない、ね、いやそれは子供なので、特に3年生とか4年生ぐらいまでだと本当にそれがどういうことかっていうのがやっぱりわからないと思うんですね、なのでもう私はよく言うんですけど、罪を犯したね、罪を犯してしまったらその後どうなるか、牢屋に入るんだよ。牢屋に入ってね、小さな窓からご飯をもらうし、夏はね、冷房はないし、冬は暖房もないしっていう、そういう話をね、そういうね、鉄格子みたいな中でね、生活が待ってるんだよ、悪いことをするとっていうところまで、まあ私はよく説明をするんですけれども、まあ悪いことやった人だけじゃなくてね、まあ、別にやってない子も含めてその罪を犯すっていうことはどういうことなのか、その後どうなっていくのかっていうことをすごく私はしっかり伝えてるんですね。だから子どもたちの中ではすごく私がそう言っているので子どもたちは分かってくれてるかなと思います。だから本当にニュースを親たちが一生懸命見てる、その本当に後ろからポロッと見てるかもしれない、見てるって感じたらやっぱりそのニュースに対しての説明をきちんとしないと本当に大きな勘違いが生まれるかなって今すごくそれを心配しております。そうですね、まあ、はい、最近非常にね暗いニュースとか怖いニュースもあるので、まあ、場合によってはそういった時だけは、まあ、避けるということもありかもしれませんけどね。ただその一般的なニュースに関してはやっぱりもうだったらテレビ消しましょうって話もないと思うんですよ。やっぱりニュースはやっぱりある程度世界でどんなことが起きてるかっていうことを知る機会になるので、やっぱりご家族がしっかりとその説明をするということは大事でしょうね。だから私は見ないっていう選択よりも、面倒くさいけれども、いちいちね、例えば自殺もありますし、そうするとこういうふうにしてこういうふうにしてこういうふうにしてって結構細かく説明してますよね。でもそこでやっぱり命を絶つっていうことね、自分で自分の命を絶つことも含めてそういうことをするとどれだけ家族が悲しむか、もっともっとそういうこうそういうことをしたらどうなるかっていうことを、そうですね、どうなるかが大事ですね。そう、テレビでは絶対そういうことをした人はどうなるかって、まあたまに裁判で懲役何年とかって言いますけどね、でも事前にどうなるかっていうことも話を含めて子供にはしっかりニュースの内容っていうのは伝えていければいいなと思ってます。ありがとうございます、はい、ちなみにこうやってある程度ニュースについて説明をするっていう対象は、まあ、小学校中学年以降ぐらいですかね。そうですね、だからやっぱり一番でもそのぐらいが、私はでもやっぱり小さくてももう1年生超えたら、説明はすべきだと思います。分かる範囲で、きちんといかにね被害者の立場とか、そういうものに対しての命の大切さとかそういうことを本当に教えていくっていうか、ニュースを通して伝えるんであれば大変それはいいことだとは思います。そうですね、はい、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、では教室からのお知らせです。ですね西荻フレンドリースクールではこの時期ですね、小学校受験総合対策講座というものを、夏と秋に行っております。年長さんを対象としておりますが、お預かり授業、絵画工作クラス、願書面接対策などを受講することができます。言い忘れました、月間4回の授業をベースに取っていただいた方はオプションで今言った内容を取ることができますという内容です。まあ
家庭学習されている方、また、外部の幼児教室に通っている方が、まあ、あともう一歩頑張りたい、受験まで悔いを残したくない、そういった方に利用していただこうと思い開講しているものです。まだギリギリ一枠くらいありますかね。はい、そうですね。はい、ぜひお申し込みください。またメールマガジンも、配信しております。まあ、セミナーの先行情報や独自動画の配信などさまざまな情報をお送りしておりますので、ぜひご登録ください。子育て幼児教育相談会は平日と土曜日に行っております。遅い時間でも対応しております。お仕事ある方もぜひご利用ご検討いただければと思います。はい、また体験授業も受付しております。1歳6ヶ月から年長さんまでお待ちしております。はい、連絡先です。03-3390-0750 番です。メールアドレスは info@friendly-school.com です。西荻フレンドリースクールでは今後も小学校受験のこと、幼稚園受験のこと、また海外での教育についてなどもお話をしていきたいと思います。よろしければぜひチャンネル登録もお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、それでは本日もありがとうございました。はい、ありがとうございました。失礼いたします。